今日は大山のですね、山を写真撮りたかったんだけれども、なんかもうダメなんですよね。朝からこんな感じで、今日はまだ今雨降らないみたいだけれども、まあ天気予報がずっと雨なんですよ。でもう諦めて大山降りて、これからまあ下降りて、ここに弥生時代の遺跡がまあ結構点在してるので、それをまあ見ながら今日一日過ごして、残りは米子で適当にというふうに過ごそうと思ってるんですけども、それでですね、今ちょっと実は大山へ降りる道をですね、まあ通ってきたんですけど、この道を覚えてるんですよね、私ね。覚えてるっていうか、この、例の5人組でですね、22歳の頃にですね、山陽を旅したことがあるんだけれども、その時に通った道がこの白いコンクリートの道ですね。これをね、会長に通ってったのを覚えてるんですよ。でこれはですね、8ミリでですね、まあ、撮りまして、何回も見まして、それから私の方で DVD で今記録に残してますけれども、その懐かしいですね、この道路ですね、この道路でしたね。まあ、どこの道路を走ったかなということで、昨日の道路はちょっと違うので、そして、ちょっと隣の道路が同じようなのがあったなということで、ここ来ましたらやっぱこの道ですね、ここを通ったんですね。でこれからまたこの道をですね、ちょっとその頃を思い出しながら楽しく、まあ、下っていきたいと思います。じゃあここはこれでおしまいです。